今日10月22日ここ鈴鹿サーキットでは日本グランプリのオープニングイベントといたしまして、 F1 界初と言っていいかもしれません、タイヤ交換競争フジテレビ杯ピットインチャレンジがまもなく行われようとしております。審判長そして開催委員長といたしまして津川哲夫さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしく。いやなんかすごい気合が入ってるみたいですね、みんな。最初に話した時はね、みんな気楽にやろうよと楽しくやろうよって言ったんですけどね、もうやずいざ始まってみるとみんなムキになってますね。もうこれは危ないですから、審査委員長としても、インチキのないように、インチキのないようにしっかり、審査しようと思ってます。見ていただきたいと思います。さあレギュレーションもしっかりしております。もう早速そのルールの方から説明したいと思います。1チームは16人以下プラスマシンを押す人間が3人と決められております。リアタイヤがラインを通過してからストップアンドゴーが上がるまでの時間を計測。13チームのうちタイムの良かった4チームが決勝トーナメントに進むことができます。賞金総額100万円、優勝賞金25万円を手にするのは一体どのチームでありましょうか。13チーム全チームが参加いたしました。まずは1回戦の模様からダイジェストでご覧いただきましょう。いつもはドライバーが主役の F1 もこの日はメカニックの晴れ舞台。朝から必死に練習したチーム、このためにマシンに改造を加えたチームとみんな真剣そのもの。ドライバーも作業を見守る人あり、自らコックピットに乗り込む人あり、チーム首脳陣からも作戦指令が飛び交いました。結局コンマ1秒の戦いに競り勝ち、決勝トーナメントに進んだのはタイム順にロータス、フェラーリ、ウィリアムズ、リジェの4チーム。トップのロータスとフェラーリは4秒45という凄まじいタイムをマークしました。セミファイナル第1試合はフェラーリとウィリアムズ。さあまず先行はこのウィリアムズチーム、一体どんなタイムを叩き出すんでしょうか。このセミファイナルは1回勝負、1回ミスればそれで終わり。さあ今スタートが切られました。今タイム叩き返し、さあどうでしょうか。うわっとフロントオーケー、さあ次はもう終わった。ちょっとフロントが時間がかかったがどうでしょうか。5秒60。さあウィリアムズを倒して決勝に進出するためには5秒60が必要であります。さあ5秒60が出るかどうか。フェラーリのタイヤ交換、さあ始まった、さあ始まった、フェラーリマジックか、早いぞ早いぞ、さあどうだ。4秒39です。4秒39、素晴らしいタイム、決勝進出はフェラーリ。このセミファイナル第2試合に登場しますのは、先ほど4秒45というタイムを叩き出したこのロータスと、そして4秒65のリジェチームであります。まずは先行ロータスのタイムアタックから。さあ依然としてキスマークをつけたジョニー・ハーバートがコックピットに収まっています。さあどうか、右のフロントは時間がかかったがどうでしょうか。4秒75文句なし、4秒75素晴らしいタイムです。やっぱりこのゲームのために相当練習してますね、積んでますね。はい、はい、さあコマスがヘルメットを脱いだ、気合が入っていますリジェチーム。さあ今車が動き始めた、そして今タイムが動き始めました。さあどうでしょうか、一つのミスも許されない。4秒75は出せるか、出せない。5秒28、決勝進出は4秒75のロータス。リジェはセミファイナルで敗退です。いよいよファイナルであります。さあレディーゴースタート。さあここでタイムが加速されていく、非常に速い。ロータスちょっと右のリアが遅れた、右のリアが遅れた、どうか。6秒35痛恨のミス、ロータス痛恨のミス、右のリアが完全に遅れてしまいました。さあこの後フェラーリはどんなタイムを出すんでしょうか。しかしまだ分かりませんよ、まだ分かりません。果たして優勝はロータスか、そしてこのフェラーリか。フェラーリのアタックがこれから始まります。さあカーナンバー27番が動き出した。さあ6秒35を上回ることができるでしょうか。フェラーリマジックか、フェラーリマジック。4秒31、今日のなんとベストタイムで優勝、フェラーリ優勝。ヒットインチャレンジ優勝はフェラーリ、なんとラストは4秒31でフィニッシュ。津川さんすごいタイムを最後出しました。いや今のは完璧でしたね、パーフェクトなタイヤ交換でありました。実に素晴らしいタイヤ交換です。これがね本当にレース中にポンポン出てくるんですから、すごいですよね。喜ぶメカニック、なんとこのピットインチャレンジ優勝はフェラーリでありました。全部4秒台。
結局優勝はフェラーリ、そして2位がロータス、3位がウィリアムズとなりました。これから競技委員長の津川哲夫さんからトロフィーとそして、賞金が贈られます。さあまずは優勝のフェラーリチームです。そして賞金の1000ポンド。ああ、シャンパンファイトが始まった。優勝のフェラーリチーム。そして2位のロータスチーム、2位のウィリアムズチーム、シャンパンを仲間のメカニックたちにかけても大喜びという感じであります。本物のグランプリ以上に熱い戦いを見せてくれました。フジテレビ杯ピットインチャレンジ、栄冠を手にしたのはフェラーリチームでありました。